ダンスボーカルオーディションにまたギター持って歌いに行って、キーちゃんがいるよ、キーちゃんがいるよ、キーちゃん。ぶっ飛び。大西正義と鈴木愛理のアニソン神曲カバーでしょでしょ。2023年だってさ、ぴょんぴょん。どうもアニソン界のおしゃべりクソ長のこと大石正義です。そして、今年も噛まないように頑張ります、鈴木愛理です。お願いします。おい、ちょっと待て。2023年一発目やぞ。調子いいわ。ぴょんとかパーとか言うてる場合ちゃうねん。最高の。ちょ声を合わせてさ、新年の挨拶しときましょうよ。わ、はい、かりました、しましょう。皆様、はい、明けましておめでとうございま す, います今年もよろしくお願いいたしま す, いしますということでね、新年一発目から今年は、はい、任しといて。今日はね、何してくれんですか。テレビアニメ、はい、チェーンソーマン、はい、オープニング主題歌、怖いよ、キックバック。うまぴょい、うまぴょい伝説の時の顔なんですよ、それ。うまぴょいを走り終わった後の顔なの。心配心配、2023年の心配だよ。キックバックをね、キックバックするんですね、させていただきたいと思います。もうなんせチェーンソーマン大好きだから、うん、もういつかねこの番組で歌いたい歌いたいと思って、うん、ようやくねその願いが通じて、しかも2023年一発目、最高じゃないですか。最高の年になりそうですね。それでは今回のゲストはこちらの方です。こんにちは、大塚沙耶です。よろしくお願いします。僕も結構ね、はい、仲がいいと言いますか。ありがとうございます。いろんなねアニソンフェスに行ったら大体サイチいますもんね。本当ですか。私今日めちゃくちゃ緊張してるので、緊張を取っ払うために自己紹介をやりたいんですけど。自己紹介、はい、やってもいいですか。もちろんです。はい、はい、いきます。なになになに。どうもー、おしゃべりっ子育てメガネの大塚沙耶です。よろしくお願いします。イエーイ。やってんねー。やってるやってる。いや、本当にすいません。私大石さんにすごい憧れてるんですから。めっちゃゴマ吸っとるかな。めっちゃゴマ吸っとる吸っとる。憧れてるんです。憧れてるの。はい、ちょっとたまにこっそり大石さんのモノマネをさせていただいてるという次第なんですね。大石、さんあっちにしたらいいんじゃないですか、今年から。え、これ、うん、ちょっと僕メガネ外してるとこ見せられないんで。ダメです、これ本体なんで。ないこれホログラムなんですよ、僕本体が。はい、ちょっとすいません。ダメだよ、見せられないよ。絶対ダメだよ、今何もしてないんだからね。どうもー。あれ、ちょっと待って、ちょっとこれ全然変わらへんねんけど。いやでも、ごめんなさい、ウォーリーを探せんの。誰がウォーリーやねん。おしゃべりっ子育てメガネの大塚沙耶です。よろしくお願いします。イエーイ。ということで今回は大塚さんのこれまでの人生をそんなぶっ飛び話とともに聞いていきたいと思います。はい、それ必要なん。題して、お大塚沙耶のぶっ飛びエピソードをこれ一発。ではまずは幼少期です。お願いします。おもちゃのピアノを使って5歳で作詞作曲。ぶっ飛び。ごめん、なんかやっぱ IKKO さんになるわ。そうなんですよ。気をつけよう、次から。まもなく背負い投げしちゃう。背負い投げ。ちょっと待って、5歳から作曲してたってこと？そうですね、初めて曲を作ったのが5歳なんです。すごいな。すごい、もう最初からすごいエピソード。すごい、私がこう人見知りな赤ちゃんというか、親にピアノ買っていただいて、なんかこう歌を歌ったりとか、そういうことがすごい自分にとっての感情表現になって、なんか楽しくて。初めて書いた曲の名前とか覚えてますか？いいんですか、教えてくれるんですか？羊のひっちゃんです。羊のひっちゃん。めえめえめえ、かわいい。
これ実際に歌ってもらったりとかできないですか、うん、そうですよね、避けてきたんですけど今日ちょっと初めて風呂場で、はい、というわけで番組よもっといいピアノ用意し番組よ大丈夫大丈夫です、はい、いきます。ひーちゃんがいるよ、ひーちゃんがいるよ、ひーちゃんがいるよ、かわいいひーちゃんちょっと待って、書いたい、本当にも書いたい。逆に大石さんに伺いたいんですけど、なんすか、初めて作曲したのって何歳でしたか。僕は中1です。おー、うん、あれ何でしたっけ、なんか言ってましたよね、タイトルも。そうやね、きっと今夜はホーリーナイトどんな中1や、何があったその後ですが、はい、夢を断念するんですよね。うん、なんでだ、うん、ピアニストの夢を断念しなきゃいけなかった、うん、これなんでなんですか。4人兄弟の長女なんですよ、はい、うんうん、お金かかるなと思ってやめました。え将来のことを考えた時に、音大に入るのってめちゃくちゃお金かかるじゃないですか。まず家にピアノを買う、そして防音の設備を整える、うん、当たり前にその資代に入ることとかを考えたりもしなきゃいけないってなると、うん、そこまでしてピアノがいいのかなっていうのを考えて、うん、別になんか音楽だったら何でもいいのかなって、そこでとあるアニメに救われると書いてありますけれども、これはどういうことなんでしょうか。はい、魔法少女リリカルなのはです、リリカルなのは、はい、リリカルなのは世代か、ちょっと後かもしれないんですけど、だよね、動画とかですごい見てました。ピアニストを諦めてこれに救われたっていうことなんですか。一番が水木奈々さんが歌われている曲、そして有馬先生が書かれている曲たちに、私はめちゃくちゃこう勇気をもらって、そうなんや、はい、ちなみに特に好きな曲とかってあるんですか。うん、プレイっていう曲がプレイ一番好きです。私がすごい好きなキャラクターをヘイトちゃんで、あ、ここでヘイトちゃん書かせていただいたんですけど、これはストライカーズの、 あのフェイトちゃんが、あの戦うシーンの挿入歌になってるんですけど、めちゃくちゃエモいんですよ。もうこれまで最強だったフェイトが初めて本当に危機に陥るっていうシーンに、こうでも諦めて戦うシーンで、あの流れるんですけど、歌詞とかも今の自分にすごい重ね合わせるような、戦う女性にすごい刺さる歌詞だなって思うんですよ。はい、それまでってクラシックしか本当に聴いてこなかったんですよ。どうやって作ってるんだろうっていうメロディーを耳コピーしてみたり、すごい私の音楽観もこれによって変わったなって。なるほどね。高校時代の話です。ズバリギターを買って2週間で路上ライブぶっ飛びさあどういうことなのか詳しく話を聞いていきましょう。こちら、高校入学後軽音楽部に入部と、そしてキーボードを希望したけども、ピアニストだったからね、でもじゃんけんに負けてボーカルになると。あら、はい、音楽がやりたかったんでとりあえず軽音楽部に入ったんですけど、バンド楽器の経験が何もなかったんで、なんかとりあえず自分が経験してたキーボードを希望したんですけど、当時あの軽音っていうアニメとかがめちゃくちゃブームで、なのでみんな軽音に登場する楽器がやりたかったんですよね。はあ、そっかそっか、ギター、ベース、ドラム、キーボード、キーボード、まさに人気なかったの。確かに真ん中ですもんね。そうですね、あのハズレクジみたいな、ハズレクジなんだ楽器の練習をしていて、どこまで進んだみたいな話をめちゃくちゃ部活中とかにしてるのがもう羨ましくて。あー、はい、そっか。私はもうボーカルなんで歌詞覚えてきたら、もうあとはとりあえず歌うだけだったり。そうだよね。そうか、はい、するのが寂しかったんで始めたのがアコースティックギターだったんですよ。テーマにもありましたけども、はいはい、夏休み前の2週間でギターを猛特訓ということで、うん、はい、でそこから2週間ぐらい練習をしたら、うん、まあ、C、D、G、Em は、うんうん、覚えたんですよ。なるほど。なのでこのコードだけで、曲を書いて、うん、路上を始めました。2011年の8月1日、うん、月曜日に路上ライブ決行っていうことなんですけど、これよく覚えてた ね。ちょっとした理由があって、私クセッケなんですよ。まあ、私田舎の育ちなのですごい皆さんキラキラされてるので、私もなんか可愛くなりたいなみたいな、でストッパーをかけたんですよ。ストッパー、サラサラになって気分が良くて始めました。
ストパーをかけたのが8月ってことですか。そうです、8月1日でこの日の夜にストパーをかけて鏡見て、あ、ちょっと今日漏れてるって思ったんで、うん、そのままギター持って横浜に行きました。だとしたら初めてそのストパーをかけた日を覚えてんのがすごい。うん、すごい。続いて、うん、路上ライブ時代の話があります。何何何、こちらです。はい、興味はないのにアイドルオーディションに参加、ぶーっ飛び。はい、どういうことなのか聞いてみましょう。詳しく話を。路上とオーディションすごい違うところが、路上は皆さんついでなんですよ、うんうんうん、通り過ぎるついでにちょっとだけ関心を持ったら少しその場にとどまるんですけど、うん、審査員の方って確実に来てくれるじゃないですか。あ、あれだからそのなんか私考え方がちょっと違うんだよね。そうね、え、審査員の方は多分客とカウントしてるんだ。そうだね、うん、観客の一部だと思う。そうなんですよ。そうですね、で歌を聴いてほしくてオーディション現場に行ってるみたいな感覚、うん、そうでしたね。ぽやぽやしてました。なので一回本当にオーディションに行って怒られちゃったことがあるのは、ダンスボーカルオーディションにまたギター持って歌いに行って君読んだって言われました。オーディションの要項をちゃんと読んだって。はい、でも踊らずに帰ったんですか。大真面目に曲歌って帰りました。客や客や客がおるで。確かにぶっ飛びですね。ぶっ飛びだね、確かに。ちなみにそのオーディション現場とかで大真面目に歌ってた曲っていうのはなんかオリジナル曲とかなんですか。はい、オリジナル曲でした、うん、なんて曲なんですか、ね。よく歌ってたのが3つあって、うん、3つ、あの日愛した君にっていう曲と、めっちゃいいタイトル、うん、ラストシュートっていう曲とハロー快晴っていう。聞きたい、ね、気になっちゃう。どれかちょっと簡単に歌ってもらってもらえませんか。そうですよね。嘘、嬉しい。じゃあちょっとハロー快晴っていう曲は受験期の時に作ったので、それをちょっとだけ歌います。あ、やった。いきます。ハロー快晴、土砂降りの雨よさようなら、色のぼけたスニーカーまでもがキラキラ、ほらね、ちゃんと来た眩しい朝日、スタートダッシュ日より、あ、エントリー番号1番の、やめとけやめとけ。ではナンバー2の方どうぞ。いやいやいや、どうもー、ホーリーです、よろしくお願いします。歌います、きっと今夜はホーリーナイト。言うてる場合かよ言うてる場合かよ。それは全部やってくれるじゃん。不合格だった時の審査員に外で再会したということなんですけども、うんうん、はい、これなんかエピソードがあるんですか。アイドルの子を選びたいっていうオーディションに、うん、また私はギター持って歌いに行ってたんですけど、うん、帰りに横浜駅でまた路上してたんですよ。帰り道にその審査員の方がこう通り過ぎてくださって、うんうん、あれ君さっきの子だよねみたいな、すごい面白いねって言ってくださって、そこからすごく面倒を見ていただいて、まあ、それがきっかけで本当に業界に入るような形でした。すごいね。じゃあ間違えていったアイドルオーディション、うん、全然間違いじゃなかったんですね。聞こえてよかったんだ。はい、その審査員の方ってどんな人なんですか。新人発掘をしてて、まあ、主に結構アイドルさんとかをプロにするよっていう、うん、お名前言えないんですけど、もう今めちゃくちゃ活躍してる方とかがもう私の先輩後輩だったりする感じなんですけど、はい、この審査員の方と会うことによってまたそのプロ意識みたいなのが芽生えてきたんですか。うん、めちゃくちゃ変わりました。結構考え方とかは言葉にして形にしなさいじゃないと、あなたのそのふわふわした部分は人に伝わらないよっていうのは、なるほど、指導していただいて、本当にそうだなって思って、ぶっ飛びも捨てたもんじゃないね。はい、人生何があるかやっぱ分からないなっていうのは。続きまして専門学校時代の話です。はい、エレキの練習わずか1ヶ月でバンドリ声優にぶっ飛び。ドカン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 、多分尺使いすぎ。ダメ。高校卒業後、はい、プロを目指して恩師の下で猛特訓と、うん、そこに舞い込んできたオーディションがホニャララということなんですけども、ホニャララ、特訓している中で、うん、まあ、ちょっとミュージシャンを目指してるんだったら、うん、こういう話もあるけどどうって勧められたのがバンドリのオーディションだったんです。出たー、
でこれはもうポッピンパーのオーディションだったの？そうです、ポッピンパーティーのギターのメンバーのオーディションだったんですけど、まあ、楽曲提供とかをまあ主にするのがあげまつ先生だよっていう内容、うんうん、私はリリカルドーナってアニメであげまつ先生のお名前はもうずっと昔からあの存じ上げていて、すごくファンだったのでやってみようみたいな感じでエレキギター始めましたね、この時に。あ、この時からなんだ。はい、本格的にギターを始めたのがあのあれですね、2014年の12月26日かな。なんでそんなに覚えてるの？めっちゃ覚えてるね。大事なことはまとめないとっていう意識でいつも記憶します。へー、はい、だからめちゃくちゃ時間がなくて、うん、12月26日に始めたんですけど、うん、2月の頭が最終審査の日だったん で、うんうんうん、でそのレッスンの場所が、ま、新宿にあったんで、あの9時にスタジオに行って、でまた夜の9時までそこ借りてずっと練習をして、だから本当に家帰って寝るだけの生活を。すごくない？ずっとこうでしたね。でその努力も実って、はい、最終面接まで残り声優のオーディションだったということを知るっていう書いてあるんですけど、この時まで声優オーディションっていうことを知らなかった？知らなかったんですよ。当時はすごい、まあ、秘密裏に進んでいたプロジェクトだったので、うんうん、詳しい話はあの聞いてなかったんですよ。なので審査の日はめちゃくちゃ動揺しました。他のメンバーさんみんな声優さんで、あなたも演技やってもらうことになるんだけど大丈夫って言われて、大丈夫じゃないって思ったんですけど、その時は。じゃあその最終面接の最後の質問がホニャララってあるんですけど、はい、何だったんですか？覚えてます。うん、お帰りなさいませご主人様って言ってみてです。何その質問。はい、まあ、審査員の方がいろいろいらっしゃる中にあげま先生もご同席なさってたんですけ ど、うん、ど演技とか本当に全くやったことないっていう話をしたら、うん、じゃあなんかとりあえずあの可愛い声が聞いてみたい、出せる限り可愛い声でお帰りなさいませご主人様って言ってみてって。その時の最地の感じでお帰りなさいませご主人様ってちょっと我々に言っていただいてもいいですか？なるほど。じゃあ俺あげまつさんやろうか。はい。じゃあ、 あの大塚さん、最後なんですけど、お帰りなさいませご主人様って言っていただいてもいいですか？お帰りなさいませご主人様。はい。いや普通に可愛いやんけ。あれでも多分恥じらいがあったのが。ああそっか。しかも急やったしね、その、質問がね。それはどんな反応だったんですか？いや手叩いて笑われましたけど。まあでもおかげで、まあ、バンドリのメンバーになれたのかなっていう。さあ次のエピソード、はい、いきましょうか。続きまして現在の話です。じゃん、はい、2022年7月、自分の力を試そうと突如フリーランスに。めっちゃおめもうついに IKKO さんや。まとめ。はい。完全に一人ってこと？フリーランスってことは。完全に一人です。自分でじゃあ事務所といいますか設立して。設立もしてなくて。じゃあマネージャーさんとかいらっしゃ。いないんです。今日一人で電車で来ました。テレ朝まで？はい。じゃあこのやり取りとかどうしてんの？今日の番組出るまでのやり取りとか。メールをいただいてメールを返しました。すごい。いやまあでも本当この通りふわふわなんで、ありがたく助けていただいてる状態ですね、いろんな方に。なんでフリーになったんですか？一番はあの知りたいっていうのがあったんですよ。知りたい。将来を考えた時に、うん、社会人としていろんなことを知らないといけないなっていうのが。でもさ、お金関係大変じゃない？めっちゃやばい時あります。めっちゃやばい時ある。口座止まりかけたんですよ。口座が止まりかけた。いや結構こんな番組で言っていいのそんな。あでもちょっと焦りすぎてツイッターにつぶやいてしまったんですけど。そうやこれ見たで。やばい。クライアントの皆様今月の振り込みよろしくお願いしますって。こいつなんでツイートしてんのこんなことって思って。すいません。ちょっとその月に、まあ、あの撮影費用で150万払わなきゃいけない月だったんですよ。ほうほう。でもそしたらグッズ制作費とかも普通に10万ってかかるんで、分かる、ね、とかっていう支払いを忘れてたんですよ。でちょっととある大きめの額がその月に振り込まれなかったっていう事件があって、こうなると本当に払えなかったんですよ。マジの SOS やったんあれ。はい。笑ってるで。でもあれだよね、はい、総合的に見たらもちろん黒字だけども、たまたまそういう月があったっていうことだよね。
答えフォローしとんねんすぐ答え、まあ、なんかそれ大変なこともまあるんですけど、うん、なんかやっぱりそういう中だからこそそのお客様のありがたみやその周りにいてくださる方のありがたみっていうのがめちゃくちゃこう分かるようになったというか、素敵な話思っちゃった。でしょでしょ。さあ続いてはこちらのコーナーです。大塚祭のカバーでしょでしょ。さあ今回この番組では大塚さんに歌ってほしいアニソン神曲をアンケート調査しました、はい、今回選曲は大塚さんが特に歌いたい曲があるということなんですが、なんだろう、水木奈々さんが歌う魔法少女リリカルナノハの楽曲です。よいしょ、はい、楽しみだ ね、うん、ということで今回は大塚沙耶さんが特に思い入れのある魔法少女リリカルナノハシリーズの中からアンケートを募集しました。ファンが選んだ神3はこちらです、はい、おお名曲揃い。あプレイも入ってる、エターナルブレイズとかも聞きたい ね、あさっきね話題に上がってたプレイとかも入ってますけど入ってますね、はい、さあそれでは神3に入った曲の中で大塚さんにカバーしていただくのはプレイです。こうやって番組でソロ歌唱で立ち位でカバーするっていうのってあんまないですか。初めてです。初めて、はい、いやありがたいです。うねドキドキです。頑張ります。そして今回は大石さんにも歌っていただきます、はい、歌う曲なんですが大塚さんからリクエストがあるということで、おはい、米津玄師さんのキックバックでお願いしたいなと、はい、よいしょキックバックお願いします。イエーイみたいな曲じゃないですけどね、いやこれはでもあの歌詞の中にはね、それこそモーニング娘さんの歌詞が引用されてたりとかして、そうだ We Are Live の歌詞が入ってるのよ。そうなんですよ、めちゃくちゃニュースになってましたよね。なってましたね。スンクさん人気が増えてって、この曲を選んだ理由とかはありますか、うん、あやっぱりもう大石さんだったら何でも歌ってくださるんじゃないかなっていうのね。おお番組制作マンと同じ考え方しとるぞ本当に大石さんだったら何でも歌ってくれるみたいな、はい何でもやってくださるかなってということでお二人ともよろしくお願いします。お願いします。それでは聴いてください。大石正義でキックバック、大塚沙耶でプレイ。僕はいつでもそばにいる、どんな時でもそばにいるよ、埋め尽くして Let's get peace まで行こうぜ。やっぱ谷間はねすごい、おっぱいの力は偉大。わあ刺激的。ウエストのところとか、あこのシーン大丈夫ですか、手で流して、いや俺らの番組返せなんやこれ。胸がたまたま寄ってしまった。たまたま寄らない人もいんのよ別に別に放り込まんでええねん自分のことは触れないようにしてたんや台本上で。